エイミー・シャークは、オーストラリアのシンガー・ソングライター、プロデューサーである、ゴールド・コーストの出身。彼女は2016年リリースのシングル、アドーアで知られるようになり、同曲は、オーストラリアの FM ラジオ曲トリプル J 主催のトリプル J ホッテスト100、2016で2位に選ばれた。2017年には、アリア賞受賞。2018年にリリースしたデビューアルバム、 ラブモンスターは、オーストラリアのアリアチャートで1位を記録した。エイミー・シャークは、ゴールドコーストで生まれ育ち、サウスポート州立高校を卒業し10代を過ごした。エイミーは高校を卒業した後、ニュージーランド生まれのゴールドコースト在住のシェーン・ビリングズと出会い、2013年5月11日に彼と結婚した。二人は、ブロードビージュ・ウォーターズ地区に在住。 エイミー・シャークは YouTube で2014年より音楽家として活動を続けている。2016年にエイミーはクイーンズランドミュージックアワードのポップソング賞をゴールデンフリースで受賞、オーストラリアの全国ツアーを始めた。彼女はプロデューサーのエム・フェイゼスとカム・ブラフラのプロデュース支援を受けて2016年7月にシングルアドーアをリリースし、さらに シルバートシェールの曲、ミスユーラブをラジオ曲トリプル J の番組ライク、A バージョンにデカバーした。アドアがトリプル J によって重点的に放送された結果、メジャーレーベル間の獲得競争につながり、2016年11月、エイミーは最終的にソニーミュージックオーストラリアと契約した。エイミーはワンダーリックチームとソニーのドニハンドリンダーとの打ち合わせ後、 居心地が良かった。今、音楽に全エネルギーを注力することに、とてもワクワクしていますと語った。2017年1月には、フルームの Never Be Like You と並んで、エイミーは、トリプル、J ホッテスト100、2016の1位を獲得するに、大フロントランナーの一人となったが、後になって、2位となった。3月に、彼女は初 EP 版、ナイトシンカーに続いて、 シングル、ウィークエンズをリリースし、アリアチャートで最高2位を得た。2017年4月に彼女は、ゴールドコーストミュージックアワードの最優秀アーティスト賞及び最優秀ソング賞を受賞した。2017年11月初旬には、AME は、アップルののップルミュージック、アップネクストアーティストに選出され、2017年11月15日に、レートにショーウィズ・ジェームズ・ゴーデンに出演し、 アドーアを演奏した。さらに2018年3月13日のザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロンでも同曲を披露した。エイミーは2018年3月映画ラブ・サイモン17歳の告白のサウンドトラックにシンクインを提供した。そのサウンドトラック曲はビルボード200にて初登場37位を記録した。2018年4月11日 エイミーは、翌々日のリリースを控える、シングル曲、アイセットハイをトリプル J で初演した。コメディアンで、デジタルラジオ番組、ルークルイスのホストの二人は、紙ポスターやメガホンを使ったり、手作りの大きな応援幕を、FOXFM メルボルン曲のロゴ看板の横に、掲げたりして、自発的に同曲を宣伝した。これはインスタグラムでも活動していた彼女の目に、 止まることになった。彼女のデビューアルバム、ラブモンスターは2018年7月13日にリリースされた。2018年4月にゴールドコーストで開催されたコモンウェルスゲームズの閉会式でエイミーはアボリジニの人気歌手、アーチー・ローチと共演した。注釈アリア・ミュージック・アワードはオーストラリアの音楽の あらゆるジャンルの優れた作品を表彰する1978年に始まった年間音楽賞である。エイミー・シャークは2017年のアリアアワーズで6つの賞にノミネートされベストポップリリース賞とブレイクスルーアーティスト賞を受賞した。エイプル・アワードはオーストラレジアン・パフォーミング・ライト・アソシエーションによって開催されているオーストラリアの受賞式典で音楽賞は毎年 作曲や編曲のスキル、売り上げ及び放送実績をもとに表彰される。エイミー・シャークは2018年のエイプラ・アワードの3部門にノミネートされ、ポップワーク・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。ありがとうございます。